2015年11月4日、成都商報によると、中国のインターネット上で、ある小学校の算数の宿題が物議を醸している。報道によると、その問題は、A 君は8歳です。お父さんの年齢は A 君の3倍で、おじいさんの年齢は、お父さんの6倍より3歳上です。お父さんとおじいさんの年齢はいくつですか？というもの。一見すると、何の変哲もない算数の問題に思えるが、実際に計算すると、その奇妙さがわかる。お父さんの年齢は24歳になり、アキラくんは、お父さんが16歳の時に生まれたことになるのだ。さらに、おじいさんの年齢は、なんと147歳になり、お父さんは、おじいさんの120歳の時の子供ということになるのだ。この問題は、ネットユーザーの注目を集め、呆れた、16で、子供ってことは、15で結婚か？実際の状況を考えずに問題を作るからこうなる。問題ってのは、大体、自分の経験をもとに作るもんだ。問題を作った人が、親が高齢になってからの子供で、若い時に恋愛した経験があるんじゃないのか？などのコメントが寄せられている。おじいさんがあまりにも高齢なことについては、A 君の6倍より3歳上の間違いだろうということで、大方のネットユーザーが納得しているが、16歳で息子がいるという状況には答えが出ていない。